月ぶりのイニング戦のホームで AC 長野パルセイドレディースと対戦したマイネル仙台、ルーキー沖野の超ロングシュートが決勝点となり、リーグ戦今シーズン初勝利を挙げました。リーグ戦2試合で1分け1敗、今シーズン初勝利をホームで挙げたいマイナビ仙台に、アジア王者となったなでしこジャパンから一瀬が戻って合流しました。ボランチで起用された一瀬は幅広くピッチを動き回り、ピンチの芽を摘み取ります。すると前半41分、浜田が巧みなボールコントロールでディフェンダーを抜きシュート。これは相手キーパーに防がれます。後半15分には一瀬が自ら鋭いシュートを放つものの枠を捉えられません。前半から飛ばしたマイナビは疲れから足が止まり始めると逆に長野に攻め込まれます。後半23分、長野の滝川にワンツーで切り込まれシュート。これはポストに救われます。後半36分、越後監督はルーキー沖野をピッチへ。これが当たります。3分後、センターサークル付近でボールを受けた沖野がそのままシュートを放つと、これが35メートル先のゴールネットに突き刺さります。時上学園高校を卒業したばかりのルーキー沖野のプロ初ゴールが決勝点となり、マイナビリーグ戦初勝利をホームで挙げました。もう嬉しいの限りです、はい、次も絶対決めてまたチームに貢献できるように頑張りたいです。